主人公井口慎吾を演じられましたピエール滝さんお願いいたしますはい、えー、本日は皆さんえご来場そしてご鑑賞いただきありがとうございます、えー、主演を務めさせていただきました井口慎吾役ピエール滝でございます本日はありがとうございました小林監督お願いいたします 本日はご来場いただきありがとうございます。えー、初日を迎えられて本当にあまつきなみな言葉ですけども、あの感無量です、えー。本日は本当にご来場ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ピエール滝さん、あの演じられていて、はい、こう感じたことどういったことがありましたか。 えー、そうですねまああのー、皆さんあのご鑑賞になった直後ということですので、えー、何だかこうモヤモヤした気持ちだったりとかあれはどういうことなんだろうなっていうふうに、えー、思われている方も多々いらっしゃるかと思いますまあそれは実はあの主演を演じていた僕もそうで、えー、まあ劇中では、えー、慎吾さんはああいう決断をしましたけれども、えー、それが果たして本当に良かったのかどうなのかっていうことも僕 個人としてもいろいろ考えていてそしていまだに明確な答えも出ていなかったりする自分がおります、えー、おそらく皆さんも本日この後とさまざまなことをお考えになりながら岐路に疲かれるのかなと思いますけれども、えー、そういった何ですかねこれはこうであるってことを決められないことっていうものをぜひ皆さんと共有したいなと。 いう気がしております、えー、その、えー、役割としての慎吾、えー、さんといった感じはしておりました。で滝さんも2人のあそこをはじめましてあその玄関のとこ,、ね、玄関のところなんですけどすっごいアドリブそう <laughs> すっごいアドリブ入れてくださって、ね、あの、まあ、ここはもう顔見知りで割とんでしょう 親戚みた,い、ね、みたいな感じの設定だったので,<う>でおーなんてことでアドリブを入れてったらワンちゃんもなかなかの負けずぐらいで <laughs> アドリブにアドリブを返してまた僕がそれにアドリブを入れるとまたワンちゃんがアドリブを入れて <laughs> 最後、小林君がもう長くなるからいいよって,言ってちょっとなんかあんまそれいらないですって言ってたんですけど <laughs>、うん、でも、入ってましたよねちゃんと本編で。うん、そのんす あの現場で、はい、<laughs> だからディティールとか本当監督とずっと話し合ってたって感じでもう滝さんと愛のちゃんとはふざけてはないけどなんかふただそこに生きてたっていう感じでしたね、はいう小林監督、これ結構そのアドリブのシーンは割と滝さん多かったんですか、はい えとまあ、あのさっきの,あの袋かぶってっていうところも滝さんのアイデアをいただいたっていうのもあるんですけどやっぱりなんか例えば、ちょっとしたし草さとかであの酔っ払って信号が、えー、帰ってくるっていう玄関のドアを足で閉めるとかっっていうちょっと一つ一つの所作とかっていうなんかあのその生活の機微みたいなことっていうのはこういう題材学上ではすごく必要だなと思っていたのであのそういうところの強度を上げてくれたのは本当にあのうあのそこだけじゃないんですけどあのすごくいただいたものがあります。なななかなか書けない,い とがきというかセリフ感だったりとかっていうのはあると思うんでそれ以上のところっていうのを役者さんの力っていうのであの埋めてもらったっていうのはすごくあると思います、はい、ちなみにカラオケのシーンは割と早めに脚本には入れてたんですかもうカラオケですか初日の朝一発目ですからその構想あったわけです、ねはい、その前の日は多分2時ぐらいまで飲んでます相馬の居酒屋で、はい、僕現場入って最初に回されたのあのシーンなんですよ <laughs> <laughs> 歌の歌声がね、スクリーンからも聞こえるとはという、はい、ありがとうございます。滝さん演じていただいた慎吾が、あの、ちょっと視覚、あの、水溶性の紙で、あれは包んで。えー、海に通うさんこしてるんですけど、あれは、あの、結構ね、あの、アマゾンとかでも買えるんですよ。あの、水溶性の紙っていうのは、はい。はい。詳細、ありがとうございます。アマゾン情報までいただきましたご自分でやってみたらの話。<laughs> <laughs> なんで、一応調べて。てなるほど、はいそ。そっちにもう。 ねか<や>俳優やられて監督やられてそっちにもかなと思ったら、ね、いやでも、あの今日ご来場の皆さんでそうか散骨されるのも悪くないなって思われた方いらっしゃいますあやっっぱそそそううななんですねか同じだ <laughs> <laughs> 初日ですからここから多分見た方は結構、興味持たれるんじゃないかと、はいまあ、補足までじゃないですけども、まあ、慎吾さんがやってたのはあ、えーまあやって包みを持っていって。で ちゃんって海にやって、まあ、一応弔いの儀式をするっていうやつなんですけども、まあ、あの多分皆さんが思われてたのって家族と一緒に船に乗ってってで、ね、お父さんさよならみたいなバーって言って,みてバ,イバイバイみたいな感じなのかなというあのイメージは持ってらしたかと思うんですけどもそれはた多分あの値段がダーンって跳ね上がるやつ。 なんですよね、多分あのおばあちゃんがねあのジャッキー・カルパスと一緒にくれるじゃないですかあの金額の10倍以上は、えーはい、かかるところなのでその弔うのにもまあなおかしな話ですけども、まあ、上,上下があるっつったら変ですけどもだからあの信五さんがやってたのはそういう遺族の方からたとまれて自分は行かないんだけれどもお願いしますって言って代わりにこう海に、えー 参加するっていうことなので、えー、もし皆さんご興味がある方ご自分で調べてみるとお白いかもっていうのも変ですけどもも、えー、いいかもしれませんそうです、ね、知らなかったことを教えてくれるのがまあ映画であり本作はそれと同時に素晴らしい人間ドラマでもあるのでたくさんの方に、ね、今後ご覧いただきたいなと思うところなんですがすいませんお時間が迫ってまして最後にご出演者を代表してピエール滝さんそして小林監督にも一言ずついただきたいと思います滝さんからお願いします。 はいえー、本日は、えー、初日に、えー、このようにたくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございます、えー、この、えー「水平線」という映画は、まあ、いろんなジャーナリズムの話だったりとか震災、えーまあの話だったりとか、えー、いう側面もありますけれどもあとは、まあ、田舎で暮らす人たちのいろんな出来事だったりことかありますけれども、まあ、僕としては、えー、そういう 田舎の町で暮らす家族の話だと思って僕は演じさせていただきましたで家族で暮らしているといろんな問題も持ち上がりますし、えー、その家族外から来る問題も持ち上がるしでそれほとんどのことはなかなか瞬時には明確に答えが出なかったりするものなんだと思いますで本日ご覧いただいた皆様も、えーね、これはどういうことだったんだろうとか あののさんの結論は果たして正しいのかどうなのかっていうちょっともやもやしたものが、えー、心の中に終わりだと思います、えー、その思いを今日もつれな方がいらっしゃるのでしたら、えー、帰り道で、えー、話しながら帰るもしくは一人でかみしめながら電車に乗って地元の駅を降りて住宅街を歩くときにふと思い出したりして、えー、そういう考える機会というか、えー、種みたいなものを皆さんにお渡しすることができるのが えー、この水平線という映画の役目だったのではないかなと思います、えー、ぜひ皆さん今日の帰りも、えー、2度目の水平線を楽しんで、えー、帰っていただきたいなと思いますありがとうございましたありがとうございますいただいておりますもうちょっとですかねはいありがとうございますではお客様のお時間にさせていただきます撮影のお時間となりますので皆さんセンターご覧いただいてどうぞ短い時間ですいません あと10秒ぐらいで切らせてください10 9 8 7 6 5秒前4 3 2 1撮影のお時間以上とさせていただきます皆さんぜひご感想とともに周りの方にも伝えていただければと思います改めまして水平線キャストの皆さんそして小林監督にお越しいただきました大きな拍手でお見送りお願いいたします では小林監督からどうぞ。